皆さんこんにちは、ジェンです。こんにちは、つつです。よろしくお願いします。つつさんよろしくお願いします。今日はここで GDO さんの取材、はい、そうです。 GDO のクラブシダ3社さんよ、うん、はい、新しいクラブをみんなでシダする企画なんですけど、うんうんうん、その裏側、撮影の裏側を特別にね、許可をいただいて撮影をしていきたいと思います。これ何ですか？水野の ST200 です。 ST200 で、はい、比べるのが ST200X。 200X、はい、はい、いきます。ちょっとシビアだと思いますけど、はい、いきます。さあ次は水野の ST200 を試していきたいと思います。シャフトはある。なんかシャフトは何だろう、ちっちゃめなのかな。とフェースが見えるね、うん、フェースが見える。いきます。重っ、全然上上がんないの。あ、これ飛んだのかな。208ヤード飛んだってこと。お、でもね、なんかすごい当たった感じがめっちゃ重い。あと高さが出ないね。めっちゃ力いる。あ、すごい飛んだんじゃない。211。あ、でもこれね、すごい重いよ、当たった時が。いや、でもこういう方がさ、なんか楽しいかもね。ダメだ、全然ダメだ。ちょっと重かった今。194。あ、でも飛んでますね。194でも。飛んでは一番飛んでる。すごい。いや、すごいこれ。うまい。ST200X。はい。ST200X を打ちます。これもドカンってなるのかな。素振りした感じは全然わかんない。あの打感は。飛んでんのかもしれない。これもまた、あ、でも191。いや、さっきのより重いな。めっちゃ耐えないとダメ。あ、負けてる、負けてる。200。いや、負けてます。確かに。評価か、飛距離。飛距離、はい、あ、飛んだので5ですね。210ヤードでしたね。飛距離はすごかった。打感、打感は重いし、2。嫌いじゃないけど、確かに、ね、ちょっときつい、ね、きつい、これは。そうですね、これは ST200 の評価です。そうです、 ST200、寛容性、寛容性は、3。はい、操作性、操作性も3。はい、構えやすさ、構えやすさは4。はい、X と比べてどういうクラブなんですか。比べようがない。そうですね、ちょっと全体的に重い。で、素振りした感じは全然重くなくて、逆に、まあ、キャロウェイとかみたいにヘッドも似てるし、こうパーンって抜けるのかなと思ったら、もうドカッてこう手に重みが来るクラブで、 X はさらに重いって感じでした。結構毎回毎回一生懸命こう振り抜いていかないといけないクラブなんだなと。じゃあ18ホールなんか、いやそうですね、ちょっとしんどいですね。ただまあ、風には強そう。風に低い低い低い、全然高く上がらないですね。風には強い球だと思います、うん。
女子はちょっともう全然無理、はい、女子は多分飛ば逆に飛ばないというか打てないと触れないと思いますね。これこう頑張ってインパクトゾーン長めに力強く振るみたいなのを常にやってなきゃいけない感じがするから、ちょっと女性は重いすぎてフィニッシュ取れないんじゃないかなと思います。打感が2っていうのはどういう重すぎて重すぎてきついですね。当たった感じはでもなんだろう、これで軽かったら200の方でもうちょっと軽かったら、まあ、打感5になるかなっていうちょっと重すぎる。水野ってどういうイメージですか。水野さんはなんかこんな難しいクラブのイメージはどちらかというとなくて、なんかスポーツみんなができるようになんかいろいろ出してるようなイメージだったんですけど、打ってみたのは私は初めてですね、水野クラブ自体初めてです。あと持ってる人もあんまり見ない気がしますけど、どうなんですか。後半うん、なんかザ・スポーツって感じ。女性でいないですもんね。女性もそうですね、ないですよね。女子プロぐらいですもんね。ああ、そうかそうか。一般の人も普通の人も見たことあんまりない気がしますね、水野は。はい、はい、はい、OK です。はい、純ちゃんはもう、はい、あの大体この4本をお願いしてたので、はい、OK なんですけど、はい、時間があり次第他 の、 ね、このコブラとかもちょっと打っていただきたいなという感じなので、やっていくか。コブラドライバー。コブラドライバーです。じゃあやっちゃおう、やっちゃいましょう、終わらせましょう。はい、あとコブラだっけとエッグ2つやって終わりにしよう。ピンがきついってこれ。あ、ありがとうございます。ピンはね、私もダイナミックには面白いと思う。確かに私ダイナミックゴールドウェッジはそれでやってて、多分打てんと思いますけど、打つのはできるけど評価まではできなさそうな気がするね。あ、でもこれ比較しちゃうと多分こっちが軽すぎちゃうっていうのがあるのかな。まあついてるシャフトが違いすぎますよね。G700 だったら軽いやつですよね。そう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 、そうですよ、軽量まだいかないやつ。いや、まあ、軽量ですよね。あ、だったら打てると思う。でもこれは打てそうです、全然軽いです。そうです、私が、あのアイアン、あれ全然いける。あれより軽いですよね。こっちちょっと、これはなんか重いけど、多分当たると思います。うん、あ、これでも当たりやすい。そう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 、うん、でターゲット的に結構アベレージ、はいはい、多分知りたいと思うんですよ。あ、なるほど。はい、じゃああと3つ、あと3つやる、G71 まで3つやったら、やろう、はい、やりましょう。コブラいきます。キングスピードゾーン、スピードゾーン、はい、キングスピードゾーン、キングスピードゾーン、ゾーンのノーマルでいきましょうか。ノーマル、はい、あ、キングスピードゾーン、キングスピードゾーン、ドライバーに、はい、はい、取りました。それしてください。キングスピードゾーン、当てますか。はい、はい、OK です。じゃあ、はい、出てください。いきます。はい、コブラのキングスピードゾーンを押し出します。すごい、まずね、気になるのが色なんだろう、黄色だ、強そう。あー、ちょっと重そうな感じはするんだけど、ちょっと T を下げようかな。下がりすぎちゃった。これですね、多分ね、あ、いい感じ。よし、いきます。あー、これも重いな。けど音がすごい。200、101.9。 あ、でもこれは多分いろんな球が打ちやすいかもしれない。 あ、重たい。3球連続打てない、重すぎて。あ、これは腹筋を
ちょっともう一回コンプしたい。でもこれ打てたら飛びそう。ダメだ、重い。もう一回打ちます。キングスピードゾーン、飛距離、はい、飛距離、4、うん、ちょっと私には振り切れなかったですね、はい、打感、打感は音がやっぱいいので4かな。ただ重い、寛容性、4、普通ぐらい、はい、操作性、操作性は意外と普通ぐらいかな、4、はい、構えやすさ、構えやすさあ、ちょっとやっぱ薄く見えるので3かな。ここ薄く見えると薄いのかな、ここが低いのと盛り上がってないかな、まあ、ここまっすぐしてるのとすごいね、なんか立ってるように見えるんですよね、構えた時にこうね、はい、見えるんで、まあ、そこはちょっと私は気になっちゃったかなって感じがしますけど、はい、一応ですね、パウラーの使ってるドライバーということで、はい、かっこいいイメージなんですけど、どうですか。いや、見た目はめっちゃかっこいいです。この黄色の、黄色と赤で、あのヘッドも、なんだろうな、どっちかっていうと優しそうに見えるとかじゃなくて、構えるときも、あ、かっこいいなっていう、この丸みがないのもすごいかっこいいなと思いました。これ使ってたら、まあ、かっこいいスイングするな、飛ぶ人なんだろうなっていう感じはすごいします。うん、あ、女子だったらいかつくないですか。あ、女子はちょっといかついのと、本当にフレンドみたいになっちゃうんで、本当に触れる人だけならいいと思う。これ触れる人いるのが女性、男性向けだと思います、完全に、はい、はい、打感がなんか重いと言ってましたけど、はい、どういう感じ。重い、やっぱ力ないと打てないのと、でも音はやっぱすごいいいので、あの飛ばせる力ある人はすごいいいと思いますね、うんうん、さっきのしんどい ST に水野と違います。はい、そうですね、音ですね、音が高くて、まあ、キーンって感じですかね、まあ、大きな音って言われるんですかね、当たった時の音がすごい出てるので、お、飛んだなみたいな音も出ると思います。どういう人向き、最後どういう人向き、まあ、ちょっとアスリート向けで、飛距離もさらにもう300ヤードを目指したいとか、まあ、250から300ヤード打ちたいみたいな人向けなのかなっていう重さはありますね。アスリート向けです。もう完全ハードな感じ。はい、はい、OK です。次いきます。はい、暴れなそう、ここはスライスが出なそう。ほら、